火星の植民。火星の植民とは宇宙移民構想の一つであり、人が火星へと移住し、火星の環境の中で生活基盤を形成することである。かねてより火星への植民が可能かどうかは、でたらめな憶測から真面目な研究まで多くの話題を集めてきた。火星はエネルギー、速度変更という点では地球から向かうことが最も簡単な惑星である。 化学燃料ロケットを使っている限り、火星への旅には数ヶ月の期間が必要であるものの、非水力可変型プラズマ推進機や原子力ロケットなどが実現すれば2週間程度まで短縮できる。ともあれ、現段階で実現可能な方法でも現実的な時間で到達できる点は非常に大きい。地球のすぐ内側を公転する金星は、その質量や 半径などの点では地球によく似た惑星である。しかし、サイズが地球よりかなり小さい火星の方が人類移住の候補として注目を浴びている。これには次のような理由がある。地球と火星の間には当然違いもある。生理学的に見れば火星の薄い大気は真空同然である。宇宙服などで保護されていない生身の人間であれば。 火星の表面ではわずか二十秒で失神状態に陥り、一分たりとも生存できないと考えられている。しかし火星の環境は、灼熱の水星や金星、極低温の木星、さらに遠い軌道をめぐる、外惑星、真空の月や小惑星と比べればはるかに住みやすい環境だと思える。なお、火星よりも地球に近いのは、金星の雲の上くらいであろうと言われている。 また、地球上の人間が探検した範囲内にも火星と類似した自然環境がある。有人気球が到達した最高高度は1961年5月に記録された34,668メートル113,740フィートで、この高度での気圧は火星表面と同じぐらいである。南極の最低気温はマイナス90度ほどであり、 火星の平均気温よりも少し低い。また地球の砂漠も火星の地形と類似している。2007年3月21日、NASA の副局長のシャナデールは地球から4000万マイル離れた火星に人類の第二の故郷が見出されることを期待していると語った。将来的には火星の環境を人間を含めた 様々な生物がそのまま居住可能なように改造することができるようになるのではないかと予測されている。とはいえ、火星環境の地球化、いわゆるテラフォーミングが本当に実現可能かどうかは現時点では何とも言えない。特に火星の脱出速度が小さいため、居住可能な大気を維持し続けるのは困難である。倫理上の問題も指摘されており、議論となっている。 火星は地球に見られるような全惑星規模の強い地磁気を持っていない。このことは薄い大気と相まって火星表面に到達する電離放射線の量を増やすことになる。マーズオデッセイは搭載された火星放射線環境測定機器によって人間への危険がどの程度かを測定した。その結果、火星周回軌道場は 国際宇宙ステーションと比べて放射線のレベル2.5倍も高く平均で22マラット日 220G 日または 0.8G 年であることが分かった。3年間このレベルの放射線にさらされた場合、現在 NASA が採用している安全基準の限界付近まで到達する。ただし火星表面では大気による吸収によって放射線レベルは 多少低くなるだろうし、高度やその地方に固有な地場によって大きな地域差が生じている可能性もある。地表に設置される住居や作業場は火星の土を使って保護することができ、屋内で過ごしている間は被爆を大きく減らすことができる。太陽フレアに伴って起こるは大量の放射線を発生させる。火星の宇宙飛行士は より太陽に近い軌道にあるセンサーによって、スプの警告を受け、火星に放射線が到達する前に、セルターに避難すればよい。だが、スプには指向性があるらしく、火星軌道上のマリエによって観測されたが地球では、検出されないものもあった。つまり、太陽から見て、地球と火星が違う方向にある時に、スプが起きて、火星の方向へ粒子が放出された場合は、地球ではこれを探知できず、 火星は何の前触れもなく放射線に襲われることになる。したがって火星を脅かすすべてのスプを確実に探知するには太陽の周囲を取り巻くスプ観測機のネットワークを構築する必要がある。宇宙放射線について知らなければならないことはまだ多く残っている。2003年 NASA のジョンソン宇宙センターは新たに NASA 宇宙放射線研究室を開設し、 ブルックヘブン国立研究所とともに加速器を活用して宇宙放射線のシミュレーションを行っている。この施設では宇宙船を防護する技術を開発するとともに宇宙船が生物へ及ぼす影響についても研究する。地球との通信は火星の地平線上に地球が存在する繁華整備の間は比較的簡単に行える。また、 NASA はいくつかの火星周回機により通信を中継しているので、火星はすでに通信衛星を持っていると言える。これらは植民が行われるはるか以前に使えなくなると思われるが、その頃にはまた別の通信衛星が使われているはずである。会合周期の一部の日、つまり太陽が火星と地球の間に入り一直線になる、会合の前後の約2週間は、 地球との直接通信は困難になる。また、光の速さには限りがあるため、通信が一往復するまでに、最接近時で6.5分、外号時では44分のタイムラグが発生する。このため、地球とのリアルタイムな音声会話は不可能である。しかし他のコミュニケーション手段、例えば、E メールや音声メールを用いることは、若干の不便を伴うにしても可能である。 普通のトランシーバーは見通し距離以上に届くはずである。火星の高層大気にも地球の高層大気と同様に電離層が存在するものの地球での場合と同じように火星でも電離層を利用して火星表面の遠く離れた地点間での長距離短波通信が果たしてどの程度行えるのかは未だはっきりしていない。また、外号の機関は 地球との通信を諦めるのならともかく、もしも、外号の機関でも、地球との通信を行いやすくしたいのであれば、外号の間の通信が行いやすくするために地球と太陽のラグランジュに中継衛星を用意する必要がある。植民候補の議論は、大雑把に言うと、次の地域に切り分けることができる。火星の北極、南極は、地球からの望遠鏡による、 長期間にわたる観測により、季節ごとに変化する万年雪に覆われていると考えられていたため、かつて植民の場所として大きな関心が寄せられていた。期待通り、マーズオデッセイは北極付近に巨大な水の塊を発見した。しかし、低緯度地域にも水が存在する可能性が示されたため、入植地としての極地域の利点は減少した。地球と同様、 火星の極でも夏の間はビアや、冬の間は極夜となる。火星表面の探検はまだ進行中である。2機のマーズエクスプロレーションローバー、スピリットとオポチュニティは、それぞれ異なる特徴のある土と岩石に出会った。これは、火星の環境が場所によって非常に変化に富んでおり、理想的な植民地を選ぶとすれば、今後さらに多くの火星表面のデータが、 集められてからにするべきだということを示すものである。地球では赤道から進むに従って季節による様々な気候の変化があるように火星にも素晴らしい変化があるだろう。火星のグランドキャニオンと呼ばれるマリネリス峡谷は長さ 3000km 以上、深さ平均 8km にも達する巨大な峡谷地帯である。高度の低い谷底の気圧は 地表面の平均0 7キロパスカルに対して0 9キロパスカルと25%ほど高いとされている。峡谷はほぼ東西に走っているため、谷の断崖が落とす、影のせいで太陽エネルギーの収集がひどく妨げれることもないだろう。峡谷からの川の流れのような跡は、かつて洪水があったことを示している。峡谷の剥き出しの壁面は、地球のグランドキャニオンの壁面のように、 火星の地質学的な歴史を研究するのに非常に役立つはずである。火星それ、自体に関することではないが、二つの衛星の存在は魅力的なものである。衛星から地球機関軌道へ移るには、それほど大きな速度の変化を加える必要がなく、また衛星に水などのロケットの推進剤の材料に使用できる物質が存在する可能性もある。仮にそうだとすれば、 これら衛星は火星から地球へ帰還する宇宙船の燃料補給拠点として活用され、推進材やその他の物質を定期的に地球月間の軌道へ送ることも経済的に可能となるだろう。仮にそのような物質がなくとも物資の一時保管庫などとして活用できる可能性はある。宇宙移民への一般的な批判、宇宙移民に関する議論も参照に加えて、 火星への植民固有の懸念がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。